こんにちは、ドクターネッケスです。旋回モンクエストエクストラステージいきましょう。エクストラ1、体調即死神キラー、死神キラー体調即、なんかアリーナケンパシとかなのかなと思うけども、まあ薬屋さんでしょう。全部一撃だろう。ここで切る。甘いね。その目に。なんかおかしいなと思ったら王手だった。なんか攻撃効かねえと思った。あー、王手のままだった。2回押してしまった。楽しかったぜ。心ゼロ番隊キラーエスパーダ、心ゼロ番隊キラーエスパーダ、あー、基本誰も持ってなさそうだねこれね。ダメかな。めんどくせえことだ。死神キラーにした方が良さそうかな。行くぜ。仕方ねえ。ガリーナ。おひょ。なんだ。今のは。ちょっと早かったか。これは死神キラーにして、押したら楽ちんだと思う。圧倒的に楽だね。列車を食らったところで通常は通るって。その程度かよ。3回技死神フォローキラー、
技フォローキラー死骸周平だな。あ、そう、フォローキラーのシールねえんだ。減速の効果とか覚えてないんだけど、相手が減速になったらどうなるか。ボスが減速すると必殺は使う。さあ見てみよう。何もしてこねえな。この感じだと全部ホワイトデイリメイクじゃないの。絶対そんなことなかった。回避あり。あ、無所属の回避無効か。刺さず刺激で終わりじゃない。ですよね。楽しんでもらえた。ラスト。あー、こっちがこっちがこれだね。グリムの役目を奪ってしまった。召喚やってからさらに使って分かったことが、銀はね、強2が使いづらいのよ。逆に強1がやっぱすげえ使いやすい。楽しんでもらえた。はい、こんなとこですね。ここはグリーンだったな。すまん。はい、今回ここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。